ステノス契約、小栗旬さん、よろしくお願いします。お願いします。このまま喋っていいですか？マイクの方をですね、移していただいて。ピンマイクついてる。あ、ピンマイクでお願いいたします。このままな感じでいいですか？はい、はい、一言お願いいたします。一言ご挨拶をお願いします。はい、僕は2011年の独老城のシーンというので、この捨之助という役をやらせていただきまして、その時にちょっとこういろいろ自分の中で足りない点や思うところがいっぱいあったので、それを改めてこういう形でやらせてもらえることを非常に嬉しく思っていますし、なんとなくその新幹線さんからオファーをいただいて、あ、やるやるなんて言って手を挙げたんですけど、ちょっと今日のこの雰囲気を見ていて、だいぶやばそうだな、なんだかこうすごい期待がかかってるっぽいなということを感じて、ちょっと受けるんじゃなかったかなという気持ちが今半々になってきておりますが、ただ本当にすごく、誰もこう体験したことないようなものが東京にできるということで、そこのこけらに参加できることをとても、光栄に誇りに思っています。どうぞよろしくお願いします。